愛理さん、テンポの速い曲を叩くとき力が入ったり動きがガチガチになってしまいます。脱力のコツなどございますか？テンポが速い、曲を叩くときに力が入ってしまうときは、まあ、もちろんスティックの握り方とかもあるんですけど、リズムの取り方をね、ちょっと意識してみてほしいんですよ。例えば8ビートをズツタツズツタツでこう叩いたときに、チパチドチパチ1234でこう叩いた時に、めっちゃ力が入ってしまう場合の場合は、なんかこう、この体がこの8分音符で叩いてしまっていることがあるんですね。1234567878みたいな、1234567878みたいな感じでこう叩いてしまったりすることがあるので、なので一回右手を渋打ちしてもらって、そのままドンパンドンパンってこう右手の音を抜いて叩いてもらうと、力が抜ける率が高くなると思うんですよ。こう。なんかゆったりしたノリで叩けるなっていうのを感じれると思うので、このノリのまま、こう、右手を速くするっていうような感じでいけると、力が抜けていくと思いますね。まあ、リズムがさっきの取り方より半分になったみたいな。こう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、まあ、力が入るので、それをワン、ツー、スリー、フォーのこう半分にするようなイメージでいくと力が抜けていくので、このなんかこうゆったり感のままこう増やしていけると、まあ、力抜けていくので、それちょっとね意識してみてもらってもいいと思いますね。